来週は平年より低めの気温となりそうです。本田さん、この先は再び寒さが戻りそうですね。はい、そうですね、うん、今日はかなり暖かく感じた状況だったかと思うんですけども、うん、はい、少し天気の傾向が変わってまいります。はい、その様子、気圧配置の方で見ていただきますと、今日の穏やかな天気をもたらした移動性の高気圧、これが抜けた後ですね、来週の春分の日にかけて寒さが増してきそうなんです。それはですね、上空の風の強さ、いわゆるジェット気流と呼ばれるものの動きである程度わかるわけなんですけども、今日の場合は北側のジェット気流、日本のより北側にありまして、上空の寒気は日本までは降りてこれないという状況でした。ただその後なんですけども、週明けぐらいになってまいりますと、上空の流れ、北側の冷たい空気が日本付近までこう降りてくるというような風の場が作られまして、上空の5500メートル付近で氷点下36度や39度といったような寒気の方が日本付近にやってまいります。はい、そしてこの寒気なんですけども、ちょうど春分の日からその翌日にかけまして、上空の流れとこう切り離される、このため寒さの方が日本方面でちょっと増してくるということになりそうです。週間の予報を見ていただきましても、来週半ば春分の日ぐらいに雪の予想というのが結構多くなっておりまして、気温の方も東京が9度、また名古屋も21日のに10度ということで、一段ちょっと寒さが増すタイミングというのがありそう。西日本も雪の予想がこちらの地点ではないですけども、やはり21日に大阪9度ということで、今週と比べるとぐっと冷え込んできそうです。はい、わかりました。この先も寒暖差が大きくなりますので、体調にはお気をつけてお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。